はい、どうも、カレー YouTube チャンネル、真央ゆうきです。合わせる気ないでしょ。もうセリフが途中で分かんなくなっちゃってる。はい、ということでやってまいりました。真央ゆうき動画企画、第1弾ということで、今回の動画内容は、真央ゆうきが選ぶ自分に似合うジュエリー、そしてガレーが選ぶ真央ゆうきに似合うジュエリーという動画のポイント。宝石屋さんって感じでしょ。これして。どんな企画をするかと言いますと、お互いですね、真央さんが似合うと思うリング、ネックレス、ピアスなどなどジュエリーをですね、パーツごとに選んで身につけます。で、それぞれどんな理由で選んだのかっていうのも説明しながら、いろんなものをつけていただければなというふうに思います。台本ないですからね。台本今から全くございません。ないですよ。本当にフレッシュな映像をみんなに見ていきます。はい、じゃあまず最初にですね、真央さんに店内をぐるぐる回っていただいて、で、商品をトレーに乗っけて、戻ってきていただきますので、それでは行っていただきましょう。それではスタート。スタートってねということで選んでいただきました、数点ございますのでご紹介していきます。ドン。あー、かわいいこれ。はい、それでは真央さんが選ぶジュエリー1点目、ドン、K18 イエローゴールドアコヤパールダイヤペンダントでございます。どうですか、ね、かわいらしい。どうですか、なんかどんな、いや、そんな回らんでもええって。パールが入ってるんですけど、主張しすぎずでもちゃんと主役になっている。このゴールドの質感も重たくなりすぎずにバランスが素敵だと思ったので、これはもう結構前から目つけてます。なるほど、かわいいね。今日のピアスなんかのそのチェーンとの相性もいいし、とても似合う。線も細くて華奢で可愛らしい。パールもすごい質がいいですね、うん、いや、やっぱね、細い首なので本当に似合う。だから舞台とかだとこのサイズは無理なわけね。そうなんですよ。だからあんまりなんか派手すぎるのもつけても、シンプルな中になんかこだわり抜いたデザインがあるもので惹かれる癖があります。癖があります。癖が増す。増す。だから普段使いするのにとってもいいサイズ感、ね、そうそう。あとさ、なんか別にいろんなファッションに合いそう。私今結構カジュアルめなワンピース着てますけど、うん、もうちょっとこれ着るものがフォーマルになっても着けると思う、うん、そういうのが大好きです。大好きです。両方使えるのが大好きです。ということで、じゃあまず1点目はそちらでこれですね。はい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 。じゃあ続きまして、こちら可愛らしいね。一直線にこう U の字になって。これまた今日自分でつけてたものはゴールド身のピアスにつけてたんですけど、うん、またシルバーになると雰囲気が変わるね。全然違う。うん。だからかなりエレガントに見えますね。見えますね。うん。なんかあれよ、優しい気持ちになれる気がする。性格も丸みを帯びると。帯びたい。実はダイヤが入ってますよっていう、そんなにこう主張の大きいダイヤじゃないので、その全部一直線全部ダイヤが入っているので、とても使いやすいかなと思います。本当私はなんかカジュアルにもフォーマルにもいけるアイテムがとにかく大好きなんです、うん、今それは地肌に今つけてるけど、黒いセーター、そうね、それこそハイネックとかの上につけてもすごく映える。めっちゃ綺麗だと思う。じゃあ2点目それで終わりでしょう。いいね、はい。ああ、いいじゃないですか。ハッシュタグのリングですね。
それつけてハッシュタグ真央ゆうきですね。宣伝活動。これなんかあのまずこの部分が細い、すごい華奢、華奢、うん、デザインが可愛い上品な雰囲気がありますし、光り方もどこから見ても綺麗。そうそう、ハッシュタグに全部ダイヤがそれも入っているのでね、多分さっき の, あの白のダイヤのペンダントと合わせてもすごく素敵だと思います。あーらー、あ、いいじゃんいいじゃん。だから白は白で相性がやっぱりいいのでね、華奢さもちょうどいい感じだし、そこになんかあのホワイト色の時計とかつけてもいいし、いやーもう完璧、あー素晴らしい、あらー上がるー華奢さもちょっとアクセサリー寄りなんだけれども、実は本物のジュエリーという楽しみが、いやいや本当に主張しすぎない感じも好きですね。多分ねそれリングがもっと太いとだいぶまた印象変わっちゃうんだけど、うん、そのすっごい華奢なリングなのがおしゃれだと。このリングはあの他の動画でも紹介してるので、あとインスタとかにも細かく出てますので、出ておりますよ、見てくださいね。はい、じゃあ続きまして、これはね、あの実はこれもう指の上につけちゃうと差がわからないんですけど、チェーンっぽくなってますね。指にすんごい馴染みやすいようにチェーンみたいに柔らかいしなやかな動きをするリングなんですよ。あ、そう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 、なので奥につけた時に指馴染みがいいと。そうなんです、あのこう気にならない、私あの指が細いので指にこうウエストがあるんですよ。うんうんうん、最後にここが細くなってるから、うんうん、ここでなんか合わせてもここでガバガバするのが結構まあ悩みっちゃ悩みで、これはあのフィットしてくれるから、あの手を下にしてこう、うんうん、よくね動くのよこれがスッって、うん、その瞬間にこれでキャッチみたいな、そのストレスがないっていうのもすごく好きだし、だいぶ相当綺麗よ、うん、真ん中に入ってるダイヤがすごい綺麗だし照りもいい子なので、でリフォームって言って真ん中のダイヤがご自分の持っているダイヤをそこに入れることもできるので、例えば婚約指輪であのもうつけることがなくなっちゃったわっていうものだったりとかのダイヤをそこに埋めてあげることも可能。そうすると今そこに出来上がってる製品で買うよりもだいぶ安く収めることができるということです。はいはい、これも素敵だね。あ、おお、あ、いいね、こういうのしなくて大丈夫大丈夫。こちらね、黒紐のブレスです。あの今日の格好にとてもお似合いかと。そうなんですよね、このカーキに似合う、似合うね。これはあのうちで加工して作ってるんですけれども、この両端でキュッと縛ってあげて、普通だと本革の紐とか使うとポショポショとね繊維がねポロ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 出てきちゃうんですけども、なるべくそうならないような肌なじみの良いあの素材を選んでうちで手作りで作ってます。黒と金って結構ギラつきやすいような印象がちょっとあったんですけど、かなり馴染むしキラキラってなってんのがここが可愛いですね。いいですね、いいじゃない、その手の出し方さすがプロ。やっぱりあの普段使いにとってもいいいいと思います。これね、これだったら私現役でもつけてたかも。だから男性でも全然つけられる、いけるいけるデザインです、うん。はい、うちのお店はですね、一応すべてピアスを消毒してキュッキュッと消毒してあのつけていただくことができますので、これをこのまま耳にこう当ててつけるのがだいたいよくあることなんですけど、まあ、よくあるパターンとして、あ、そう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 やってやって、まあ、やっぱり実際耳につけるのとだいぶ印象が違うので、こうやって消毒して消毒してます、つけられるように試着、はい。あ、いいじゃん、いいね。そう、ちっちゃくね、実はターコイズがあの真ん中にちょんといるんですけれども、ターコイズが表に出すぎるとちょっとあの夏の主張が強すぎるんですけど、夏だからターコイズって憧れてましたのでデビューできました。なるほどあとやっぱり髪短いし耳がちゃんと出てるので、こういうね長いピアスっていうのは真央さんやっぱり似合いますね。なんか今日つけてきたこういう長めのやつの揺れ具合とまた長さが違って、ここに重みがあるものの揺れ具合って印象が全然違くって、いいです、この揺れ方もすごく好き。
悩んだ。ねえ、かわいっしょ。今多分スクショタイムだと思うから、自分がお店とか行って自分から勇気を振り絞って違うものをつけに行くことってないじゃないですか。自分じゃ選ばないけど新しい自分らしさを発見するっていうのはやっぱり第三者の目がないと絶対できないので。